どうも、ゴーゴーしんいちです。本日はこちらのファーストエイドキットの紹介をしていきたいと思います。現在日本ではコロナウイルスが発生してます。このようなウイルスやまた災害時にですね、まずはじめに落ち着いて対処するということが大事になってくると思います。次に日頃このようなものを準備しておくということも大事です。で、またこちら準備するだけではなくて、分かりやすいところに置いておくっていうことも大事だと僕は思います。例えばですね、僕は登山やキャンプなどにこういうバックパックを使ってます。で、このような取り出しやすいところに入れておく。で、分かりやすい、家の分かりやすいところに置いておいて、緊急時にこれをすぐパッと背負って避難するっていうことができます。なので、このようなファーストエイドキットを準備しておくってことが大事になってくるかと思います。それではファーストエイドキットの中身について紹介していきたいと思います。まずこちらはですね、モンベルのファーストエイドバッグ S サイズのものです。 S と M があって、僕はこちらの S の小さい方を選びました。と防水のものなのでいいかと思います。で、中はですね、このような形になってます。こういう感じですね。で、ここがメインのジップでバッグになってて、小さいポケットがこのように4つついてます。で、こちらにもチャックで入れることができます。防水なんで沢登りだとかもこちらいいかなと思います。もちろん雨の日とかでも安心です。じゃあメインのこちらから見ていきますね。一番最初にこの出てきたのが紐です。バックアップの靴の紐になりますので、こういう感じで靴を通せるなります。次にこちらですね。こちらもあると便利な、ライトですね。で、こちらは手動でできるやつなので電池がいりません。ライト。次にこちらは、バンドエイドですね。とこういう感じでですね、小さいものと大きいバンドエイド、広いものを持っていきます。あとはマスクですね。マスクになります。こちらもウイルス系の対策だとか、登山であれば、九州は活火山が多いんでですね、そういったような噴火の噴煙だとかを防御するためのマスクにもなりますですね。で、また中身はポケットティッシュですね。で、こちらがエマージェンシーシートですね。こちらも寒さ対策というか、これにくるまるだけでだいぶ暖かさが違うということなんで、これがまだ使ったことはないですけどね、ちょ緊急時に念のため入れてます。で、ここの中は以上ですね。で、横にはい、ビクトリノックスのナイフです。これはかなりコンパクトなナイフで多機能なんですよね。レイヤーシステムって言って、いろんな刃がこのように2つ大きい刃と小さい刃がついてて、あとこういうドライバーもついてますっていう形ですね。これも入れてます。次にこれは安全ピンと、ピンセット。こちらはですね、やっぱり登山とかでもよくあるんですけども、トゲが手に刺さるって抜けなくなるっていうことがあるんですよね。で、抜けないままずっとやっていくと、もう気になってすごく集中力もなくなったりするので、トゲが刺さった時はもうその時にすぐ抜きたいので、
こういったようなものを入れてます。でこれは安全ピン、こういうものは服とかが万が一破れた時だとかの応急処置だとかもできるので入れてますね。でこちらに麻ひもですね、麻ひも、これはロープとしても使えますし、万が一火を起こさなくちゃいけない時のほくちとしてもほぐして使えますので、麻縄ですね。でここが以上ですね。でこちらのポケットが、はい、これテープですね。こういうような、これはですね、万が一靴がゴムのラバーのところが剥がれたりとかしたら、これぐるぐる巻きにしたりとか、あと手を切った時に絆創膏だけで血が溢れたりする時にそれを上から補強したりだとか、テーピングとして骨折した時に固定するっていうのにも使えるので、これは結構、2つぐらい入れててもいいんじゃないかなと思うんですけども、僕は1つ綺麗なやつを1つ入れてます。で、ライターですね。これも万が一の焚き火とかしなくていけない時に、で登山とか基本的にはですね、山火事とかの恐れがあるので火を使うってことはほとんどの山が NG だと思うんですけども、やはり万が一のもう生死が関わる時なんかはもう焚き火をするしかなくなってくるので、そういった時に緊急時のためにこういったものも必要だと思います。でポイズンリムーバーですね。こちらは、蜂だとか刺されたり、毒の蛇だとかに刺された時にこれでやります。こういう感じですね。あ、取れちゃう。こういう感じで、で吸います。で、あとはこちらですね、ワセリンですね。ワセリン、ワセリンは顔とかにも塗れたり、唇とかも塗れたり、どこにでも塗れるので、これは乾燥した時などに塗ったりとかするので使います。これも結構このぐらいのサイズ、100円ショップのこういうものに自分詰め替えて入れてるんですけど、これもあるといいかと思います。以上がファーストエイドキットの紹介でした。外に出かけることができない日などは、このようにファーストエイドキットを準備する時間に当ててはいかがでしょうか。またすでに準備されている方も定期的に中身のチェックをされるといいかと思います。それでは